はいどうもおはようございます。沖縄パパでございます。見てください、見てたのね。この寝、ね、顔、可愛いですね。ほんとね。えー、ほんとね。まあ、猫ちゃんはね、えー、毎日ね、えー、かわいいもんですよ。ほんとに見てるとね、もう飽きません。はい。もうね、まあ、全く飽きないですね。はい。えー、まあ、今日のね、那覇市の気温、まあ、暑いです。もう、昨日もね、実を言うとね、夜、 まあ30度、32度とか室温すごかったんで、な,なんなんでしょうね、もう冷房機あの入れてるんですけど、えー、32度とかあったんですよ、室温が。もうこれ大変だなと思って、まあ、隣の部屋ですね、開けてたんですけど、えー、隣の部屋もつけました、冷房、でやっとおあ、まあね、寝れたっていう状態ですね。もうほんと暑くて寝れませんでした昨日 えー、まムシムシしてるのが原因だと思うんですけどね、でも湿気、湿度ね、冷房をつけてるから、まあ、よまあ、な50以下なんですけどね、それでも、でもね、まあ暑かったですね、昨日はねはいえー、思わず隣の部屋も冷房つけちゃいました、もうしょうがないですね、こうなったらもう。ね、えー、ということで、まあ昨日は2台、夜、冷房がフル稼働していたということで。 まあ本当ねこんな時にね停電なんかなったらね大変なことになりますよ。はい。大変なことになるんですよね。えー、まああのー、これあのー、貼っておきますけどえー、まあ九州地方の方でまだ停電の地域があるみたいですねどうやらで。早く停電ね治ってほしいみたいなこと言ってらっしゃるんですけどそれは大変でしょうだってこの暑さですもん。ねこの暑さで停電ですよ。 で空調使えないんですよ。まあ、分かりますよね、言いたいことはね、本当、あの、昨日ね、ポータブル電源の、えー、実を言うとね、まだ一つ上がってないんですよ、昨日の動画が。昨日のね、お昼ちょっと前に作った動画が、まだ上がってません。はい、そんな大した内容じゃないんですよ。Yahoo さんのニュースから2つ、はい、つけてますけど、お米ですね、話題。 なんかお米の話題最近上がんないんですよ。よはいお米の話題ですで、まあ今年ねあのー、まあ何ていうのか問屋さんがね農家さんから買うのに問屋さんじゃないかな小売りが問屋さんから買うのに値段を聞くのが怖いっていう記事でねなんかかなり上がってるみたいですはい、値段が。そのことをお伝えした動画なんですけど全く上がりませんびくともしません。 えー、何なんでしょうそんなに都合悪いんでしょうかねお米が高くなるよっていうのが <laughs> もうほんとわけが分かりません私はいで昨日上がんなかったもう一本の動画はね夜上げたんですけど、えー、ただのポータブル電源の紹介ですこのぐらいの大きさでまあこのぐらいでだいたい500ワットでね、えー、まあ大きさはこのぐらいで価格はこのぐらいみたいなね ただ単にポータブル電源を紹介している動画だけなのに全く上がりませんでした。世の中おかしいです。はい、世の中おかしいです。多分ねこれで私がちょっと商売気があってねアフリエフアフ,アフィリエイトとかやってて、えー、ポータブル電源のねあのー、下になていうの概要欄とかにアマゾンとかの URL とかね、貼ってれば多分ね、上がったんじゃないかなとは思うんですけど、そういうのやってないんで、ね、分かりますよね、これね、言ってる意味が。もうほんとね、なんかおかしいです、この世界が。はいもうただ単にポ,ポタデンのね、えー、紹介してる動画なのに、昨日夜、ほぼほぼね、12時間以上経ってから上がりました。 恐ろしいですよね、これ。で、まだ上がってません。もう一つの方のお米の、えー、まあ、これ、なんていうの、コメント欄からのね、ご報告です。お米が今ね、各地でどういう状態なのか、在庫がどうなのかっていうことをね、えー、ご紹介した動画だったんですけど、これが未だに全く上がってません。もう本当おかしいですよね。はい。えー、そういうことでございます。 えーねまあ今日台風でね、まあ、なんていうのかな、今日もあも雨、もうねあの、暴風はなくなったみたいなんですよ、どうやら暴風域っていうのはね、はいえー、風はそんなに強くなくなったみたいです、良かったですよね、これだけでも。でもなんか、突風が吹いて木が倒れたとか、結構あるんで、と突風ですよあの、暴風じゃなくてね、はい。 突風が吹いて木が倒れたみたいなのが結構あって、で、また停電ですよ。木が倒れて、なんていうのかな。えー、電線に引っかかって、また停電です。はい。えー、そういう事例、すごい多発してます。なんで、あのー、気をつけてください、本当に。あと、土砂崩れですね。崖付近にいる方は、早いところを避難した方がいいです。まあ、きも言ってるんですけどね。 えーまあ、あ自分がね、崖の家が崖の近くにあるとか、そういう、まあ、山の近くにあるとかね、そういった方はですね、あの本当、危ないんで、えーまあ、避難所できたらあ、お願いしますっていうことを役所に問い合わせてくださいはい。 役所に問い合わせてください避難所ね作ってくださいよって崖ちょっと危なくて怖いんですけどっていうことをねお伝えして、えー、まあねもし本当に崖崩れがあったり,ったりとかしたら土砂崩れとかがあったりしたらねやっぱりあのー、自治体の責任も問われますんで多分やってくれますそういうふうに言うとね。なんで これからね、ま,まだまだこう雨が降る地域がね、結構たくさんあると思うので、えー、なのでね、こういうの,あの本当に気にしてください。やっぱり、えー、自分のね、命は自分で守らないと、受け身の姿勢では、ちょっとね、あのー、これから厳しいです。はい。こういった災害が本当に頻発してます。えー、ちなみにね、 まあ本当にびっくりしたんですけど昨日まあ,あとあるね、えー、これ動画見てたんですけど中の国でどうやら大変な洪水が起こったみたいですね一つのなんか村があ全部水に浸かってしまったみたいなね洪水が起こったみたいですはい、えー、まあダムの水放水したんだろうとかなんかいろいろなことが言われてますけど わ、えー、かりません雨も降ってましたしね、えー、ダムの水なのか本当に降雨量が多くて、えー、おかしくなってしまったのかまあ私には分かりませんけどね、えー、でもまあ日本でも変な話なんですけど台風が来てもいないのに東京の川が氾濫しそうになったりとか、えー、埼玉ですよね埼玉で、えー、洪水が起きてね避難命令が出たりとか。 あーまあ、大変なことになってます。はいまあ、本当ね、あのー、昨日だったかな、避難命令出てましたよね、埼玉県に。まあ、本当、災害多いですから、災害多いんですよ、まま、じ真面目にねで。特に今年来年、2年間は多いです。はい、非常に多くなってます。 これ、他の、なんていうのかな。他のね、国でも、まあ、多いんですよ。まあ、地球規模でそういった変化が起きているっていう風に考えればいいかと思います。はい。まあね、えー、こういう事態なんで、 まあ本当あのポタテン用意しといた方がいいですよ <laughs> もうもうしつこく言いますけどポタテン用意しといた方がいいですほんとね500であのぐらいなんで、えー、大きさがね、えー、まあ1 0とか買っちゃうとまあ無理まあ結構持ち運び大変だと思いますよあの500でもねあれでも重さ結構あるんですよ5キロぐらいあるんじゃないかなと思うぐらいですはい。 えー、猫よりちっちゃいんですけど猫より重いですかなり <laughs> はいなんで結構ポタデンって重さはあるんでねなんでまあ200200 200ですね使い勝手のいい200は1個備えておくとねまあ扇風機ぐらいは本当に回せるんでんかの時に役に立ちます本当にしつこく言いますけどまあしつこいよって言うかもしれませんけどまあ重要なんでね でポタデン、なんか昨日ちょっとアマゾンさんで見てみたんですよ。そしたら2万もしません、今。はい、1万9800円って買ったときは大体そのぐらい、なんていうのかな私が見たときはそのぐらいだったんですけど、3年前に。今、1万ちょっとで買います、1万2000円ぐらいになってます、安いのだと。はい、えー、200ワット、1万2000円ぐらいで買えます、今。 はいでえー、変な話だけど旦那が反対するって言ってる方まあ1万ぐらいだったらお小遣いあるでしょでまあ旦那の,あのクレジットカードで買わないで自分のアマゾンのアカウントで,で、えー、自分で、えー、コンビニでお金出して払ってね、えー、コンビニ払いもできるんで、えー、コンビニ払いにしてね。で 何、えー、て言うのかな受け取り先を家じゃなくて、えー、コンビニにするはいこれで完璧に分からずに買えますはい旦那にはね旦那あ反対するって言ってる方は旦那反対ね分かんなきゃいいんだから <laughs> 本当に分かんなきゃいいんだからで変な話なんですけど1万ぐらいのお金にケチケチする旦那もうちょっと考えた方がいいですよはい。 1>, 1万ぐらいのお金にケチケチする旦那は考えた方がいいですはいこれがねま,まあ本当に3万4万5万だったらケチケチするのわかるけど1万ぐらいのお金にケチケチする旦那その旦那お酒飲んでますかその旦那パチンコ行ってますかはいわかりますよね言いたいことねはいそういうことでございます、えー、自分のお連れ合いのねはい えー、配偶者の、えー、1万ぐらい、ね、の買い物にね、けちる旦那、はい、その旦那は実態はどうなんでしょうか、よーく考えた方がいいですね、今後、本当にあの足かせになる可能性がありますよ、そういう人、本当に、えー。分かりますよね。わ、えー、かりまますよね、まあ 離婚は進めません、はい。離婚は進めません。まあ、女性大変になるんでね、離婚すると私経験してるんで、はい、大変になります。自分で稼がないといけないから、今度はね、えー、離婚は進めませんけど、ちょっと考えた方がいいです、対応を。はい、そういうことでございます。まあね、お分かりになりますよね、言いたいことね。はい。えー、まあ、ひどいなと思います、こういう旦那がいまだにいるのかと。 いだにいるのかと1万ぐらいの買い物にね、ケチつける大旦那、はい。で、その旦那は多分ね、お酒もね、パチンコもやるんでしょうね。わかんないですけど。で、1万ぐらい多分使ってると思いますよ。どうなんだかわかんないですけどね、人んちの話なんで。えー、なんでね、ほんと考えた方がいいです。はい。えー昨日見たら あかなり値段安くなってました。1万2800円ぐらいで 200W のポータブル電源が買えます。はいえー、これぐらいだったら、まあ、変な話ですけど、高校生でも買える金額です。はい、高校生でもね、はい。高校生でも買える金額なんですよ。なんで、えー、まあね、買っておいた方がいいですよ、これから。はい。んで わかりますよね、言いたいことね。自然災害が多いんでね。なんで、まあ、停電も結構頻発しますしね。はい、えー、まあ、そういうことでございます。まあ、昨日は上がりませんでしたね。まだいまだに上がってませんよ、お米。まあ、どうしたことやらですよ、本当にね。でもって、えー、なんかね、まあ、一応ニュース貼っときますけど、 これから、あなんかね台風じゃないですけども、ね、お温帯低気圧あたりになってるのかな、まあ暴風域はなくなったって言ってるんで、まあ雨だけは降るんでしょうね。じゃんじゃか。なので、本当にあの崖付近にお住まいの皆さんですね、崖付近にお住まいの皆さんと、あと川の近く、はい、川の近くとね、えー、あとまあ、 何て言うのかなあ満潮時と重なると怖いんで、本当に海抜ゼロメートル地域の、えーまあ、マンションの1階とか2階とかに住んでる方々ですね。本当に気をつけてください。本当に引っ越した方がいいと私は思います。こういうところからは。なんかわかんないんですけどね、引っ越し嫌がるんですよね。本当不思議だなと思うんですけど、私、まあ。 若い時から結構引っ越しているんで、はい、若い時から引っ越しているんで、まあ、あね、高校卒業してから台湾に行きましたし、<laughs> 台湾から帰ってきてもね、まあ、いろいろと東京に住んでたりとか、神奈川に住んでたりとかね、えー、まあ、いろいろとまあ引っ越しているんですよ。はい。なんでね、別に引っ越しは苦にならないですけど、なんか嫌なんでしょうね、引っ越しの。まあ あの感覚としてみればどこに住んでも同じですよ。はい、どこに住んでも同じですでえ外国じゃないんですから日本の場合はね、はい。日本の場合は外国じゃないんですから言葉が通じないということもございません。はい、えまあ私台湾に住んでましたけどその頃ね、まあ、ペラペラではなかったんで片言の中国語でね えー、台湾に住んでましたけどまあ、学校通ってたんですけどねえー、でもねえー、別に不自由は感じませんでしたよはい別に不自由は感じませんでしたいろんな場所に行くのにねまあ、バスを利用したりするんですけどそのバスの路線調べるのが大変だっていうぐらいではい不自由は感じませんでしたなんでえー、まあここら辺もねあのー 認識をちょっと変えた方がいいと私は思っておりますはいなんでそんな引っ越すのが嫌なんでしょうね本当に不思議なんですよなんか土地のね土地のなんていうのかなジュバクレみたいな感じでも土地にしがみつこうとするんですよねすごい不思議です私この感覚が私にはちょっとまあ、難しいですね理解するのがどこに住んでも同じですはい えーまあ、友達がね近くにいないっていうのが、まあ、理由だとするんだったらね、まあ、慣れたところがいいっていうのもあるとは思うんですけどでもまあ同じですよ日本は <laughs> どこに住んでも、はい、どこに住んでも同じだと思うんであんまりねあの危ないところにいるのにそのまま住み続けるっていうのはまあ考えた方がいいですこれからね、はい、危険なところはね、まあ、自然災害が多いんでね。 まあそういうことでございます。えー、まあ今日もね一日楽しく元気にいろいろとね、えー、<laughs> 頑張っていきましょうはい。でポタデンねない人は本当に1万ちょっとで買えるんでお小遣いで買えますよ。はい。で旦那に分かんないように受け取り先コンビニにすればいいだけなんでね。はい。まあそういうことでございます。それではまあ本当あの柔軟性を持ってね柔軟にはい。 フレキシブルに脳みそを柔らかく使いましょうね。はい、ということで、えー、それでは一日元気に過ごしましょう。沖縄おばばでございました。見てくださいね。はい。かわいいですね。ね